皆さんこんにちは、なおちゃんです。今回はチャプター2のツアーに持っていくバッグの中身の紹介をしていきたいと思います。それではスタート。私が持っていくバッグはこれね、一つで行こうと思っています。今回横割りの公園にまず行くんですけど、その行く程でちょっと中身を紹介していきたいと思います。でまずバッグがこちらのチャプター2のツアーバッグで行きます。まずこれを紹介していきたいと思います。何回も結構紹介してるんですけど、これがまずこちらですね。こちらがオタ活用のポーチになります。こちらはナイスクラップで3年前くらいに購入したものですかね。多分3年前かな。この中にはそうちゃんのアクスタモードキとか、まあ、公式写真だとか台座が入ったりしています。まあ、すぐパッと取り出せるようにポールチェーンもついているので、まあ、バッグの外にくっつけとこうかなと思います。でポールチェーンって結構外れやすいので、もしなんか外れちゃうのが怖いって人はあんまりつけるのをおすすめしないんですけど、まあ多分大丈夫でしょうということで私をつけておきます。続きまして、まあ王道のものですね。じゃん。まずうちわ。こちらが今回のそうちゃんのツアーのうちわを、まめくまの、これこちらもナイスクラップなんですけど、まめくまシリーズのグリーンに入れていきます。まあ最近だと首からかけるタイプのうちわカバーとかあったり、いろんなうちわカバーがいろんなお洋服のブランドから出ているので、結構、まあ、私がおすすめなのはナイスクラップと、あとはオリーデオリーブのオタ活ブランドがあって、エメリーっていうブランドがあるんですけど、エメリーも結構いいなと思ってちょっと買うの今検討している感じです。マメクマ可愛いですよね。ちょっとモコモコなのでちょっと冬っぽいんですけど、でも可愛いのでぜひ、まだ多分ネットとかでは発売されていると思うので、ぜひもしよかったら真似したいなって思ってきたら買ってみてください。こちら次、パンサーうちわ。じゃん。パンサーうちわなんですけど、もうアプリで作ったやつなんで、でこの辺とかもう去年作ったやつをそのままにしてたりとか、もうめんどくさくて、もうとりあえずこれをしちゃってもらいたいなと思ってて、あの下投げ中してやってもらいたいなとか思ってるんですけど、まあ見えやすいと思うので、こういった席が近いやつだったらこういうやつがいいんじゃないかなと思います。最近は全然もううちはこう持たずにだいぶ見ていて、まあ、近くになって、まあ、ファンサーもらえる感じの曲かなみたいな時とか、まあ、近くに来たら持つようにしています。まあ別にそれ人それぞれのスタイルでいいと思うんですけど、私は最近は持たない、うちは持たずにペンダだけみたいな感じで見てます。でもまあそうですね、近い席によりますね。席が近かったらずっと持ってますけど、席が遠かったらもう諦めて一回うちは置いといて、なんかトロッコでわーって来たら持つみたいな感じでやってます、最近はね。続きまして、これは美少年なんですけど、チケットホルダー持っていきます。なんか電子だと、これちょっと1個前のあれ中山優馬くんのライブのチケットが入ってるんですけど、こういったものここ入れれるので、折り曲げずに入れられるので、まあ、最初はここに入れといて、まあ、後でこっち側に入れるとかもありですし、こういうのが あると便利かなって思います。続いてこちらのポーチ、これ10周年の時のポーチなんですけど、この中には、まあ、いつも通りなんですけど総額が入ってて、これはまあ、チェーンはサンリオのやつなんですけど、シナモンくんのやつで、でこれはタワレコで購入したものなんですね。あんまりこれ倍率良くないんですけど、アリーナクラスなら全然いけるので、まあ、この前ちょっと高いやつ
ドーム用に買ったんですけど、まあドーム用よりは全然見えないんですけど、十分見えるやつなのでこれぐらいでいいかなって思ってます。ちょっとなんかドーム用の双眼鏡をどっか行っちゃったので、ちょっと実家も探しながら、ちょっと自分の部屋も掃除して探そうと思うんですけど、なるべくならドームで買ったやつ持っていこうかなって思ってます。次はじゃん、この中セーフティーシートですね。なんか一応持っていこうかなと。暑いので、まあ暑がりな方は持っていくとスースーするのいいと思います。で次鼻セレブ、これはなんとなく入れておきました。なんかティッシュ入れる時もありますからね。で、まあ、メイク道具なんですけど、アイライナー、これセザンヌの極細アイライナー20ブラウン、最近使ってるアイライナーなんですけど、なんかアイライン、私石灰ラインを描いていて、目をちょっとこすったら消えちゃったりするので一応持っていくって感じです。でもそんなに目をこするっていうことがないんですけど、なんかもしもの時、もしもよみたいな感じです。続きましてリップ、リップはリリミューの、あの指原莉乃ちゃんのプロデュースしているブランドの、06番ピンクバター。これ結構色が良くて、まあちょっと今さっき塗ってた色がのちょっと残ってますけど、結構最近はこのリップ使ってます。こういう感じの色です。なんか大人っぽい、なんかビビッドピンクすぎずちょっとくすんだ感じの色で私は好きです。で次がクシ、これ100均ですね。クシコーム一応持っていこうって感じで持ってきます。そしてこれ前髪とかアホ毛を整えるやつなんですけど、ヘアスティック、私はポイント リペアピュアっていうやつを使ってます。こちらですね。これ匂いも良くて私は大好きです。一時 3COINS のやつ使ってたんですけど、 3COINS のやつもまあ悪くはないんですけど、やっぱりこっちの方がちょっと高いっていうのもあって、ちゃんとピタってなるのでそこがいいところだし、匂いが何よりいいっていうのでおすすめです。これ次で目薬、私はマイティア CL のクール、ソフトなクール、私コンタクトなんですけど、コンタクトのまま入れれるやつで、やっぱ目を潤しとくとあのよく見えるんですね、やっぱり。だからあの始まる前とかに入れたりしてます。やっぱね、肉眼で見たいじゃないですかね、出演者を。だから使ってます、ね、ポーチの中身はこんな感じです。続きましてじゃん、ペンライト、これは今回のペンライト、チャプター2のペンライトを持っていきたいと思います。で、以前まではもう一個ペンライトを持っていってたんですけど、ちょっとやっぱり荷物が今回ちょっと少なめにちょっと行こうかなと思ってて、まあ大丈夫であろうということで、大丈夫だろうってことでこちらのペンライトを持っていこうと思います。で、あ、2個持っていってた理由としては、昔その2個持ってきてた子に使う隣だったんですけど、ちょっと助けてもらったことがあったので、私もそういった場面に立ち会ったら貸してあげようっていうので、貸したいっていうか、まあできたらいいなということで持ってってたんですけど、でもちょっとやっぱり今回はペンライトが大きいっていうのもあって、であと荷物がかさばるので、まあもしかしたらあのジュニアのペンライトを持っていこうか、ペンライトを持っていくかをちょっと今考えてるっていう感じです。まあでも1個になると思います。多分続いてじゃん、お水、まあ、これは夏は特にライブはあのライブ会場が広いといってもやっぱちょっと暑い時もあると思うので、2時間ねあのやっぱり見るし、脱水症状にならないために一応飲むのは持っていった方が、持っていくか、まあ、買うかした方がいいと思います。まあこれ私はさっき買ったやつなんで、これを持っていくわけじゃないんですけど、はい。続いて、まあ、ハンディファン、こちらはフランフランで購入したものです。でなんかまあ、ないよりはあった方がすごい涼しいし、汗かいた時とかこの辺をシューってやるとすごく涼しいので、
おすすめです。でこの 目とかにこうやりすぎるとドライアイになっちゃう可能性もあるので、あんまあれですけど、でも首の辺とかやるのすごいおすすめなので、5段階これ風があって長押しして立ち上がるんですけど、あ聞こえるかな、5段階あるので、まあハンディファンとかネックファンとか、あと最近だとあの冷蔵庫に入れておいてこう首にやるやつとか、ああいう夏のひんやりグッズを持っていくといいと思います。まあでも私行くの横割り、最初横割りなんですけど、横割りはそんなに去年暑いなと思ったことはないので、まあ解除外ですね、解除外で、まあなんかあんまり暑いなと思ったら使ったりとか、汗かいたりしたらこれを使ったりとか、涼しくなるのでやってみてく、もうぜひ買ってみてください。高校生ぐらいの時に買ったやつなんですけど、結構前、ちょっと前にフランフラン寄ったらめっちゃ色があったので、まあいろいろあると思うのでぜひ見てみてください。おすすめです。これこちら、あれなんだろうって ね、これは母に作ってもらったんですけど、このカバーちょっこりさん、そうちゃんのちょっこりさん、こちらも持っていきたいと思います。でセクベアちゃんを持っていくかすごい悩んだんですけど、セクベアちゃんでちょっとね、場所を取るということで、あの子はお留守番させとこうと思います。お留守番ですね、まあ、とりあえずちょっこりさんだけ持っていきます。また夏グッズ、こちら日焼け止め、今回はアネッサのブライニング UV ジェルを使ってます。なんかトーンアップのやつで色が紫色なんですよ、これこういう感じで色が紫で結構トーンアップするので、じゃん、見え、わかんないかなちょっと明るくなる感じ、うん、ちょっと明るくなるぐらいでも結構アネッサとアリーどっちがいいのかなと思って、どっちもどっちって感じですけど、まあ次またアリー買おうかなと思って、も次折りたたみ傘、雨傘と日傘になる折りたたみ傘なんですけど、まあ、私は WPC って読むのかな、この前なんかなくしちゃってまた新しいの買ったんですけど、星がついてたり可愛いのでこちらを持ってます。じゃん、自撮り棒、これは三脚にもなる自撮り棒で、こんな感じで三脚にもなるので、周りに人がいなくて写真をもし2人とかで一緒に撮りたいなって思ってて頼めないって思ったら、このこれを使って撮ってたり去年はしてました。なので一応持っていこうって感じです。あでこれは電気屋さんで買ったベルボンっていうのかな、わからないんですけど、なんかあります三脚で歯ブラシセット、あのこれは単純に私が自己満なんですけど、やっぱ今回から私はマスク外してあのライブ行くので、口臭対策で一応持っていこうかなと思います。その日のスケジュールなんですけど、美容院に行って、まあ、ご飯どっかで食べて、まあ、リアちゃんと合流するっていう予定なので、まあ、これガムのラベルセットの歯ブラシを持っていこうと思います。でハンカチ、まあ、これは家にあったハンカチで、これね、なんかコーチ、多分コーチのハンカチだと思います。でもこのハンカチに当日持っていくとは限りませんで次こちらアンカーのモバイルバッテリー、これちょっとね新しくしたって言ったらちょっとあれですけど、ね、あのいつか忘れたんですけど、大阪か名古屋に行った時になんかどっかにモバイルバッテリーを忘れてしまって、今まで使ってたモバイルバッテリーをなくして新しく買ったんです。このちょっとちっちゃいやつを買ってみたんですけど、アンカーの、またアンカーなんですけど、アンカーのモバイルバッテリーで、まあコンパクトになったので、あの荷物、あのカバンがちっちゃい時とか結構便利でちょっと愛用してます。でこれは多分2回ぐらいまでしか、まあ、前回のが3回分ぐらいだったんですけど、2.5 ぐらいかな。でこれはまあ2回分ぐらいかなって感じで、でも携帯新しくしたので
全然あのもうこれはフル充電で持ってて、でこっちもまあ80ぐらいあれば全然大丈夫なんで持つので持ってってます。続きまして、じゃん、これねいつも可愛いって言われるんですけど、アビオットのイヤホン、これ2年前ぐらいに 3年前か2年前ぐらいに母に買ってもらって、誕生日プレゼントで買ってもらって、でもちょっとねあのだんだんやっぱなんかおかしくなってきてて、今ちょっと何かがおかしくなってきてて、なんかたまになんかペペペペンって言う時があって、ちょっと買い替え時かなとか思ってるんですけど、すごい可愛くて、でこれなんか耳のなんかねすごい、私が、うん、そうちょうどワイヤレスイヤホン欲しいなって時にインスタにすごい流れててきてて、広告がいいじゃんと思って買ったやつで、ここに鏡がついててリップとか塗りたいなと思ったらここで確認できるという感じで、ちっちゃい鏡になってるので、まあコスメの中にも入れなくて済むみたいな、なんかこの辺が結構小さめに作られてるっていう感じらしくて、フィットするので、ぜひ女の子におすすめなやつなので、もしよかったらって感じですでもちょっと買い替えたいなと思ってます。結構でもねこれお気に入りなんですよ、あの音も結構シャットアウトされるし、まあ、音楽だけ聴きたい時とか外の音も一緒に聴きながら音楽聴きたいみたいな時も、そういう切り替えモードみたいなのもあるので、まあおすすめですね。女の子っぽくて可愛いマカロンみたいな感じで、でそういったなんかまあすぐ取り出したいやつとかはもうここちょっとポケットあるんですけど、カバンにこのポケットの中に入れておきたいなと思ってます。次こちらあのお財布これかよって思うんですけど、あのこれねなんかの付録について、付録なんですよ、何かのジルバイジルスチュアートのやつで、この中にはあのお財布持ってるんですけど、あのもう最低限でいこうと思って、あのキャッシュカードとかあの、ね、キャッシュカードと保険証とクレカと学生証で、現金を3000円ぐらいこの中に入れといてみたいな感じでいこうかなと思います。まあもうねキャッシュレスで私は生きてるので、最近キャッシュレスで、まあキャッシュありますけど3000円ぐらい、まあもしもの時の3000円ぐらい、まあ、本当は1万円ぐらい入れときたいんですけど、まあ大丈夫でしょうということで、まあ3000円ぐらい入れといとこう、入れとこうと、これでこれがお財布今回。はい、最後なんですけど、まあ携帯、こちらはまあこれねあの前の携帯なんですけど、今撮ってるやつで行くんですけど、チェーンつけてもうこれで行きたいなと、こういう感じで行きたいなと思っています。もう携帯は本当にパッて見たいし、このチェーンの良さに気づきまして、やっぱりこれで行こうかなと。でこれ外せるようになってて、でこれは水着をオリーデオリーベで買った時になんかついてきたやつで、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、可愛いと思って使い始めましたはい、まあよかったら、前使ってたやつがちょっと髪の毛に絡まるものだったので全然これ絡まらないし、おすすめです。オリーデオリーベのノベルティのやつですはい、いかがだったでしょうか。こんな感じで、まあ昨年とそんなに変わっていないんですけども、ちょっとだけ変わったかなっていう感じで、あのご紹介してみました。まあ私は25日の横割り最終日にいるので、見つけたら声かけてみてください。まあインスタとかで、インスタとかツイッターとかで今この辺にいますみたいなこともちょいちょいつぶやくかもしれないので、まあそれをぜひ見ながらみたいな感じで、まあ、パッと出会ったらぜひ声をかけてくださいはい、そんな感じで終わりたいと思います。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、なーちゃんでした。バイバーイ。